どうも皆さんこんにちは。ということでですね、今回はカード組3を買ってきたんだけど、今回ねミスターサタンが大当たり枠らしくて、めっちゃ強いらしいんですよ。戦闘力が何倍にも跳ね上がったりとかめっちゃ使えるらしいんで、ミスターサタンが当たるまでカード組開封し続けます。今回はとりあえず9個買ってきましたので開けていきたいと思います。これの9個出なかったら続編出します。一パック目いきましょう。いきます。おー見えちゃった。ご飯、おー、あ、ここに映ってるやつだね。ご飯いいね。でもかっこいいっすね。お、カメハメハ持ってる。備えの先頭ですね。ラウンド開始時、自分チームの HP が30%以下の場合、自分チームの HP を3000回復し、気力回復。結構強いんじゃない？やった。しかも、ガードプラス2000を持ちのカメハメハ持ってるので、だいぶ使えると思います。やったね、1パック目から。まあ、サタンじゃないけど、全然、OK です。で、朝からですが、グミもいただきます。次いきます。2パック目。いい開け方があったね。いきます。せーの。お！ちょっと待って、やった。2パック目から金箔押しの悟空、めっちゃかっこいい。うおーかっけー。次3パック目いきましょう。こちら、おー、5点孫5点ゼノ。5点ゼノはトランクスゼノと合体して5点クスゼノになります。力の解放ですね。やばい、そろそろ当たってくれ。おー、ピッコロさん、手堅い戦術。バトル開始時受けるため10%軽減永続。これは新規アビリティなんじゃないかな。ピッコロいいね、この顔よ。やばい、もう半分まで来ちゃった。5パック目。サタン来い。サタン、変な開き方しちゃった。やばい。こちらベジータ来た。援護射撃、これ強いよね。パワー上乗せだよね確か。いいね、やったね。めっちゃ優秀なベジータですね、今回の。しかもファイナルインパクト持ちね。いいです。最高です。6パック目。だけど、サタンが欲しいんです。いきます。あ！かぶった。7パック目。こちら！お！トランクスゼノ、陽動作戦。いいんだけど、僕はサタンが欲しいんです。やばい。来い。おい、5点クス。箱押し全然来ないな今回。今回の箱押しがベジータゼノ18号フリーザなんですけど、やばい、来ない。5点クス。友情の奇跡持ち。あ、懐かしいな、友情の奇跡。はい、ラストになってしまいました。いきます。出てくれ。こちら